伊豆市行動館は、伊豆市藩の藩校。1775年、伊豆市藩六代藩主、戦国政達が、伊豆市城の東門外の駅町に学問所という仮校舎を建てたことに始まる。1782年、戦国久行が、約241坪の校舎を、拡張造営して、行動館と名付け、京都の伊藤東,東省を招いて開校した。それにより、以後、 半額に人災派の古学の展開を見、後1811年には、聖堂も造営された。水戸藩、佐賀藩、伊豆市藩の行動館は、天下三行動館に称されており、伊豆市のものが、最も古いものと言われている。明治9年の大化で、建物は消失。大正元年に、跡地に石碑が建てられ、その行動の名は、伊豆市の行動小学校に受け継がれている。論語の、 恋枠、うひ,ひど非ひろと恋枠、道をろしむ。道、人を広しむにひざるなりを参考にしたとされる。制御過程と別業過程があった。五等生で四所五教の素読が一通り済むと四等生に新級となるが、その際の新級試験で歳出が良くない場合、別業過程で学習させたとある。それでも別業過程でなく、 制御過程に入りたいものは強制なしで制御過程に入れたとある。生徒の能力によって教育過程を作り、内容も特別に主導したとされる。明治2年の制御過程の学習内容は以下の通りである。林読、読読み、解講の3種類あったとされる。林読は国史略や日本外史、読読読みは前、五漢書や大日本史を、解顧は論語、 申しなどを使ったとされる、行動や方跡に立つ石碑、ありがとうございます。